さあ、お待たせいたしました。月曜日のサイババと言われてます。ちょっと意味わかりませんね。パンチョさんです。はい、今週は何でしょうか。はい、今週はですね、剛速球でね、バッタバッタ三振を取るこの人の特集です。この人、はい、誰でしょうか。ロジャー・クレメンス。ここ10年のメジャーリーグの中で最高のピッチャーがこのクレメンスだ。サイ・ヤング賞3回、1試合20奪三振、7年連続200奪三振などなど、彼が持つ勲章は限りがない。ロケットと異名を取る剛球で打点も打点を取るこのクレメンスこそ真のメジャーリーガーだ。ロケットなんですよ。やっぱり伸びてますよ。すごいでしょ、ね、画面でも分かるでしょ。見た目に分かりますね。彼がね、テキサスの大学時代ね、はい、一番憧れてね、なんとかね、自分がね、その近いところへ行って、その見ようと思っていていたのがね、あ、誰やろう、あのノーラン・ライアン。去年で辞めちゃったでしょ、あのノーラン・ライアンをとにかくね、近くで見たいためにも、彼はアストロドームへ通い詰めた。でまあ、今32歳なんですけどね、はい、とにかくまあサイ・ヤング賞もね、20賞も3回、はい、それから、防御率第1位ですね、アメリカンリーグ、はい、これが4回、はい、でね、面白いのはね、あそこにあの今あのテロップで出ましたけどね、はい、1試合ね、20奪三振、これはね、メジャーリーグ始まってから111年でね、初めて到達した大記録ですけどね、1986年ですがね、これがね、なんとね、その年のね、3月までね、はい、彼はね、前の年からね、約、まあそうですね、半年以上ね、怪我でね、投げてなかったんですよ。だからね、球団としてもね、果たしてどのくらいできるかどうかわからないというね、そういう状態だったんです。久々に投げて。久々に投げてね、まああの、開幕からですけどね、はい、ポンポンポンといって4月の29日にやったわけですからね。これはもう、球団としてはね、すごい、もう大喜びでね、はい、まあ、言っちゃ悪いけども、嬉しい誤算だったんでしょうね。まあ、これだけのピッチャーですから、当然日本にもですね、非常にファンが多いんですが、日本のプロ野球界に、たくさんファンがいるんですが、中でもこの人は特にこのクレメンスのファンなんですね。ご覧ください。やっぱりすごくもう前向きにね、もう体も気持ちもバッターに向かっていってるっていうところが好きですね。そう、今日本で一番速い球を投げる千葉ロッテのイラブ投手は熱烈なクレメンス信者だ。バッターに対する闘争心、そのピッチングスタイル、どれをとってもクレメンスに勝る者はいないと言い切るほど心酔しているクラブ投手、クレメンスを見ながらそのピッチングを勉強しています。まっすぐではもちろんね、どん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 落ちてますけど、まあそのフォークボール使うカウントとかね、っていうのは僕もよく見てますけどね、結構、ま、バッティングカウントの時にね、フォークボール多投してるところがあると思うんですよね、うん、そういうのも僕も見習っては投げてますけど。この通りクレメンスの武器は速球だけでなくこの鋭く落ちるフォークボール。タイガースのフィルダーもクレメンスのフォークは見るのも嫌なほど苦手。速球プラス伝家の宝刀フォークボールで三振を取りまくるクレメンスは速球派のピッチャーにとって神様のような存在なのだ。そういえばちょっとイラブとクレメンス似てるような感じもしますよね。そうですね、まあ、とにかく共にね160キロがまあ目標でしょうね、それから野茂投手もなんかこのクレメンスのユニフォームをもらったという尊敬ぶりらしいですね。あのね、2年前にね、日米野球でこのクレメンスがあの来日しましてね、はい、第1戦で巨人とやってね、5イニング1ヒット、それからその後ね、これはその時ですね、その時ですね、そしてその後全日本がね7イニングでね、ヒット3本、そしてご覧の通りね、150キロどんどんこう連発するわけですよ。こういう風にね、早かったですね、この時のクレメンスは。ですから通算12イニングでヒット4本で、日本側は1点も取れなかった。これ結局クレメンスって最高スピードはどれぐらいだったんですか？アメリカの場合はね、日本みたいにね、あの今の表示のようにね、パッとすぐその何キロとか出るものがないわけですね。基準が出ないんですか？ですから、ネット裏でね、スピードガンを持ったスカウトがこうやって測ってるわけですよ。何枚いるっていう。そういう風ですからね。まあ、ピークは160近くは出るんでしょうね。出るでしょうね。そうですか。はい、157、8、まず間違いないと思います。そうですか。はい、それでは最後に先週のトピックスをご覧いただきます。
練習特集でした。エティアスのカンセコがやってくれました。なんと1試合3ホーマーの大爆発。メジャーでパンチで特集したすぐ後にこんな活躍を見せてくれるなんて嬉しいじゃありませんか。9回ツーアウト、ここまでノーヒット、あと1人でノーヒットノーラン、夢の大記録にリーチをかけたエキスポーズのファーセード。しかしそのあと1人が内野安打で大記録はパー。これがヤキスの恐ろしさです。マリナーズのグリフィン・ジュニアが30号ホーマー、あのベーブ・ルースが持っていた開幕3ヶ月の最多ホームラン記録に並びました。このままいけば73本ペース。今年から新球場ジェイコブズフィールドに移ったクリーブランドインディアンズが絶好調。ホーム18連勝でアメリカンリーグ中地区の首位を快走中。映画メジャーリーグ2では優勝するインディアンズですが、実際は40年間も優勝なしの万年 B クラス。映画のような夢が現実になるのでしょうか。はい、ということですが、お父さんやけに楽しそうですね。明日私はね、ニューヨークへ飛んで、あのメジャーリーグを見ていきます。メジャーリーグ2じゃありませんよ。映画じゃなくて。映画じゃなくて、今後のメジャーリーグを見に行きます。来週はまたここにちゃんと帰ってきます。本当でしょうね。はい、間違いなく。チケットも持ってるんでしょうね。持ってます。そうです。はい。じゃあ楽しみです。はい、どうぞ。